さんのおじじの地位だったらしいじゃん。いけ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 、はい、ここがブースです。使えないから。で、ここにがいます。そういう言葉使っちゃダメなんだよ。ダメなの？ダメだよ。 P 入るから。 P 入る、全部。そう、今までの会はほとんど P じゃない。もう P でだから。聞いてほしいんですけどね、これをわざわざ車借りさせられてここまで持ってこさせられてるんですよ。さっさと行こうよ。巡ろうよ。巡ろうよ、橋から。木の下のワックスかっこいいな。黒ナンバーいいのこれ。リアル運送屋です。このタイヤいいやん。 NS2 なんかのこれ何日14じゃない14か、1455でしょ。ドラゴンのと同じやん。いいやん。ツインだ。ツインや。ツインだ。理想の車やん。丸めで軽くってホイールベースが短い、まさにアルトみたいな。これは勝てへんわ。あって 23V より速いでしょ。これめっちゃ速い。めっちゃ速いでしょ。めちゃくちゃ速い。こうして大変そう。まあ新型後期の方が好きやな。めちゃくちゃ速いやつが去年も。出るじゃん。サンドック増えたな。ごめんなさい、3人。あ、3人ともあれか。3人とも、はい、カルプです。作ってくれるで言ったら。いや、別に言わないです。いや、言わないんかい。適当に怒んなよ、そこら。どうぞ回してんだからさ。いらないですよね。あ、ARC のインタークーラー、これ高いんだよ。これは高いよ。めっちゃ高いんだよ。これ高い。へぇ。なんか、去年より塗ってるじゃん、これ。2つ繋がってんの。お、これ、ヘッドとここ同じ色になってる。いいね。まとまりあるよね。うん。だカオスに合わせてもらえばね。全部色塗ってある、これ。丁寧やな。丁寧。これも。これも。ね。へぇ。いいね。なんだっけ、このフェンダー。売ってるよね、ヤフオクに。あれ、ジョーズ山本じゃない？ジョーズ山本か。うん。一回これ憧れたけど、加工する範囲が広すぎて諦めた。切っちゃうんだよ、うちが。そう。しょうがない。どうしようもないじゃん。いいな、ワークサールボンネットが集まってる。ヘッドライトの車外やん。あ、HB21S じゃん。さすがやな、分かってらっしゃる。HB11S か。はい。FR52 はハードル。あ、11S かよ、これ。あ、FRC よ。FRC よ。いや、取り車やん。取り車だ。挫折したやつじゃん。動くようになったじゃん。最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃんけん大会。でしょ？あんのでしょ？パーだよ。あ、神経かっこいいな。あ、でもこれ550か、顔。そうやな。ね。カップルの1個前の。あ、CA272 だから、あれだよ。めっちゃ綺麗に保存してある。すごいよね。この試合しましょう。泣いた方が持って帰る。よくこんなの生きてるよな、本当。サビもないし。この純正のステアリングでしょ。こういうの好き。うん、これいいね。こういう古い車もなんか古く見えないデザイン好きやわ。この人
色塗り替えるだけでこんなになるよね。だからね、ここのさ、口の中塗ってるのがさ、引き締まってるセンスあるね。あるあるある。いやでもこれ大変で、でこのステッカーもなんか当時の雰囲気を、いやだからこれ鈴木スポーツのさ、なんかあれで、こういうカラーやね。もうこういうカラーだよ。でこの白も純正、こっち純正だけど、この真っ白に塗り替えて、これ鈴木のあれでしょ、 U26。 あ、 U26、 うん、じゃない、多分この色。そういうことか。うん、こんな白いんやな。あ、去年僕こんな感じの色してたけどね。あと U26 のさあるとあれでしょ、あの白いの。あ、そうなんや。多分あれ純正色でしょ。じゃあ新企画コーナー、アバコーズ、オバコーズ。あ、これ、あ、これ見たことある。嘘。で、ツイッターでよく見るよ。これは見たことないな。あ、レーシーだな。アルトワイドだよ。まあそうね、うん、ガチのアルトワイド。え、タイヤでっか。いいなぁ、ほんまにめっちゃでかい。タイヤでっか。巻き乗り転倒スタイル。いろいろ作るよ。だって前と後ろ。いろいろ作るよ。いろいろ作るよ。あ、そうな。このブリスター何のフェンダーだろうな。いや、自作やで。自作か。完全自作やで。すげぇ。市販品なんですか。市販でした。ドアが FRP で、めちゃくちゃ軽い。軽く閉めてみて、閉めてみて。音ちゃう。いや、音とかいう問題じゃなくて、もうこれドアがないみたいな、うん、ドアがないわ。3キロぐらいじゃん。軽っ。ツアラーとは大違いだ。いや、アルト純正も重たいもん。アルト重たいよね。重たい。もう見た目の奇抜さもすごいんだけど、ドアの内側だけ色塗るっていうのがね、センスあるわ。あのホイールタイヤルターもかっこいい。あれ感情だよね。うん、なんとなく色も中はピンクで揃えてやって、うん、まあ、それよりも前後のバンパーが、うん、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。前後のバンパーがどこのかわからん。そんな見たことないバンパー。純正加工でしょ。じゃあ純正の形も全然違うから。違うか。うん、かっこいい。あるとも違う方向に進んでもかっこいい。いやでも C 系はね、そっちに進んでも許されるもんだよね。もう形がいいよな、C 系は。36、今年イタシャ多いね。そうね。キータ、あ、雪取り帰ってきた。あ、いいの大事。いいね、あれアルトだよ、アルト。あれはアルトだよ。オイルクーラー出てるわ。うん、カイドウレーサー仕様で。へぇ、これいいね。片目潰してさ。そういうやり方もあるんだ。そうそう、これもまさに純血の街道レーサーだよね。おー、いいよ。やっぱいつの時代も変わらんな。やっぱ角張った車はね、こうした方がかっこいいよ。ボンネットとこれ違うやつやな。もう違うやつでしょ、多分。フェンダーも、フェンダーはいいし。フェンダー叩いてんじゃない。あー、いいね。フェンダー叩けないよ、これ。え、叩けないの。あの、樹脂じゃん。え、あ、リア、リアだよ、リア。あ、リア叩いてる。リア叩いてる。フロントは樹脂だから叩けないから、バーフェン貼るしかないけど。マーチ、マーチどこにあるんですか。え、上やで。博士。これはすごい。ドンキホーテ？売り物？飾ってや。商品飾ったんでしょ。ポルトか。そう。でもほんまにドンキで買えそうなもの。でもドンキで買えそうなものしか付いてないからね。ダメ、ディスっちゃダメ、ディスっちゃダメ。ハスラーですって書いてある。いや、もうディスっていいのかなこれ。ディスってください言ってるようなもんだよね。いいな。じゃあここペンキだもん。ペンキじゃん。ペンキだもん。
いや、原稿者でここまでやるね、勇気もすごいよね、うん、ちょっとへこんでらっしゃる。マジで多いに連絡先をたまってやったね。やったね。下ろせたね。下ろせた。一瞬やった。